こんにちは。楽しく学ぼう学典の第3回目の学習を始めたいと思います。次の画面をご覧ください。第2回目では五線について学びましたが、こちらの5本の線は五線です。五線より下の音、また上の音を表すための線を下線と言います。第1線より下の下線を上から順に下第1線、下第2線、下第3線と呼びます。第5線より上の下線を下から順に上第1線、上第2線、上第3線と呼びます。第1線と下第1線の間を下第1巻、下第1線と下第2線の間を下第2巻、下第2線と下第3線の間を下第3巻と呼びます。第5線と上第1線の間を上第1巻、上第1線と上第2線の間を上第2巻、上第2線と上第3線の間を上第3巻と呼びます。それでは実際に単音記号の音で確認してみましょう。一番左の音から順に見ていきましょう。この音はドです。この下線は下第1線です。2番目の音はレです。レの位置は下第1巻です。3番目の音はシです。シの位置は下第2巻です。次の音はソです。ソの位置は上第1巻です。次の音はラです。この下線は上第1線です。これまでに下第3線から上第3線まで学びました。五線譜では音は下から線と間を交互に上に行くに従って高くなっていきます。こちらの画面で確認してみましょう。一つ前の画面で確認しましたが、この音はドですね。こちらの音は下第3線の音です。この音はこのドよりも低いファです。次のソは下第3巻の音、次のラは下第2線の音です。そしてシ、ド、レ、ミ、ファ、ソ、このように線と間を交互に音が高くなっていきます。続きましてラ、シ、ド、この音はこのドよりも1オクターブ高いドです。さらに続けてレ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ、ド、レ、ミ、この最後のミの音は上第3線の音です。それでは今日はここでドイツの作曲家ベートーベンについてお話をさせていただきたいと思います。ベートーベンは田舎を好み、夏になると避暑地を訪れることが多かったようです。ベートーベンの有名な作品の一つ、エリーゼのためには1810年4月27日に作曲されたとされています。この曲は現在もなお多くの人々に親しまれ愛され続けています。またこの曲は一説では彼の生徒であり友人の一人であったテレーゼ・マルファッティへ献呈されたと言われています。ベートーベンが39歳の時、1810年5月に避暑地メートリングにいる彼女に宛てた手紙の中でも、こんなに早くからもう田舎に行かれるなんて、なんて幸せでしょうか。私はあと1週間しないとこの私服を受けられないのです。今から子供のようにそれを楽しみにしています。シュレーゲル役のシェイクスピアをお読みになりましたか。これらの本を送って差し上げても良いでしょうか。尊敬するティーよ、人生において善であり美であるすべてがあなたに恵まれますように願っていますなどのように、彼女を慈しみ大切に思いやる気持ちが言葉の端々からにじみ出ているように思います。誰かのために生み出され、またはその人への思いが託された音楽は人の心により一層響くように思います。そしてこれからも永遠に人々を魅了し続けるのではないでしょうか。それでは今日のお勉強はここまでにしたいと思います。皆様、ご視聴していただきましてありがとうございました。